今日は寒いという字を書いてみましょう。まず一画目、縦の中心の上の方に短い縦画を書きます。2画目、一画目の書き終わりから左にずれてきた位置のあたりから短い縦画を書きます。3画目、2画目の書き始めと同じ位置から始まって1画目の書き終わりを通って最後チュンと跳ねます。この跳ねる位置はこことここの長さを同じになったところで跳ねてきます。4画目、4画目は浮かん無理のこのスペース中に短い横画をます。5画目、5画目は縦の中心よりも左側でこの辺りから縦画を描きます。6画目、6画目は縦の中心よりも右側のこの辺りから縦画を描きます。で、長さは5画目と揃えましょう。7画目、7画目は5画目と6画目のここの出た部分のちょうど真ん中ぐらい、ここに4画目よりも短めの横画を描きます。8画目、8画目は5画目と6画目の書き終わりを結ぶ横画を書きます。で、4画目よりも長く書いていきましょう。9画目、9画目は5画目の書き終わりから左払いします。10画目、10画目は6画目の書き終わりから右払いします。11画目、11画目はここに空いたスペースの上の方に点を書きます。12画目、12画目は11画目の点の下にもう一つ点を書きます。ポイントとしては、浮かん無理はあまり大きくならないように少し狭めに書いていきましょう。で、こことここの幅は同じになるように縦の中心を通るように書いていきましょう。あとはここ横画が重なりますので、同じ大きさ同じ余白になるように書いていきましょう。あとはこの左払い右払いのここの空いたスペースの中に点がうまいこと収まるように、この中に収まるようにはめていきましょう。で、払い終わりは揃うように払っていきましょう。